昭和の車が大好きな80ガレージインパクト香川直也です。はい、今日はですね、私が今から出張でございますので。あ、行ってらっしゃいませ。どちらに行かれるでしょうか。東京に行ってまいります。あ、ご苦労様です。はい、ちょっとね、伊藤ちゃんに送ってもらってますけど、プロモハツの仕入れとか行かないように気をつけますので。まあ、まあ、もうそんな仕事終わってから行っていただければ。はいはいはい、はい、ということで今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。ということでね、あなたたち、僕たちの、あ、僕の留守の間、はいはい、整備動画をですね、はい、しっかり上げてください。はい、よろしくお願いします。かしこまりました。じゃあ伊藤ちゃん行ってくるよ。いってらっしゃいませ。お見送りちゃんと、はい、手振ってな。はい、失礼します。あの、これより社長、東京に出発でございます。お疲れ様です。いってらっしゃいませ。ダメ、ダメ、そう、フルボッコです。フルボッコ、どこがダメやった。フルボッコ。お、汗びっしょりでフルボッコ。フルボッコっすね。ほんと。全く持ってダメ？そうっすね。真っ赤っす。真っ赤っかやね。真っ赤っす。すごいね。なかなか、なかなかよ、これ。久々っすね、インパクトさん。ほんと。これやっちゃいますかって言われた。これ来ちゃうんすね。ほんと。やべっすよ、って言われた。ほんと。何がダメ？まず、はい、ウインカー、はいはい、時期の回転数だってあれだ、点滅回数が遅いそうなんですよ。ほうほうほう。あげるしかない。ほう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 。で、シートベルトがダメです。え、あれダメなの？そうです。知りません。4点式は、もともとダメです。あ、もともとダメなの？もともと超えていきます。あらら。で、2点か3点をつけてください。はぁはぁはぁ。うん。ダメですね。あれダメな。ダメです、ね。ダメな。シートベルトもダメです。ダメな。なんか S31 に適合している、社外シートは少しいろいろゲームを。ヤフオクで見つけんとかあります。そうですね。ちゃんとカバー付きなんですよ。カバー付きかな。はぁ、なるほど。OK。これなんか、師匠のところに転がっちゃったはずよ、確かに。今日は、あの、横に来てたウィンカーですね。それが、配線がちょっとだけ出てるんですよ。それダメらしくて。はぁはぁ。配線がビンように加工してっていう。はぁ。まだ付け直し。はいはい。ここは通りました。あ、ほんと。じゃあもう次通さない。いやいや、1から受け直す。え、ほんと。はい。1からです。あ、そう。レカロッチ、車検対応してない。あの年式には対応してない。え、だから、あの認識に対応してるデカルにしてください。そういうのがあるらしいです。え初めて聞いた。あれはロードスター用らしいです。なんでわかる？調べたらいいです。ほんと？まあ、とりあえず効果は。まあまあまあ、でも決定的なあれはない。行こう、これで。フルボッコ。これから、ウインカーの位置を交換します。ここじゃダメでした。配線が見えてるのでダメですとのことです。場所を移し替えます。検査員の方と相談したんですけど、ここだったらいいんじゃないって言われました。ポルシェとかもそこについてるのあるんですよ。S31Z のシートの交換をしたいと思います。このシートレカロなんですけど、車検ダメですよって言われました。ですので社長に準備してもらった純正のシートですね、こちら、これを取り付けしたいと思います。よろしくお願いします。
ス倍みたいな。これは Z31 のシートベルトですね。2点式 S31 変えました。高速違反、高速に乗っ取った形ですね。これは僕言われないですか。これやったもんね。日産マーク付き、日産マーク付き、ありがとうございますね。あのネットはありがとうございます。大阪商人に一杯壊されましたね。大阪商人にこんなに大変と思う。はい、無事に純正のシートが装着できました。これでシートは OK ですね。助手席もついてます。大丈夫です。秀樹です。いいね、いいね、いいね。これですね。リアのホイールシリンダー。これを、エア抜きをしようと思って、ネジを緩めたんですが、見えるかな？ここに、エア抜きのボルトが本当はあるんですけど、ポキッと折れちゃいまして、エア抜きができませんでした。これが、折れたホイールシリンダーのエア抜きのボルトですね。ここです。新品はこんな感じでちゃんとあるんですが、サビでへし折れました。折れたのがこれですね。ぼっきり折れてます。これに変えていきます。ブレーキのホイールシリンダーですね。こいつの交換が作業終了となりました。左右とも新品に変わっております。ブレーキの踏み心地も良くなりましたので、安心してブレーキ踏めますね。こっちが右側です。こっちも新品に変わってます。で、あと、ウインカーの点滅速度が遅いっていうのがあったんですけど、ウインカーのリレーをですね、買いまして、調整できるリレーを、ちょっと見えないかな。こちらですね。全然見えない。見えづらいですが、奥に黒いボックスがあります。ここに設置しております。これで、点滅速度を調整することができます。これで車検も合格できると思います。はい。はい、では、はい。引き続き、2回目ですね。S31 のコンディションで行ってみたいと思います。で、前回ダメ出しをいっぱい食らいましたので、この部分、書いてた部分をちょっと説明をしていこうかなと思います。はい、まずですね、走行指示器の点滅回数、これが遅いよと言われましたんで、早くなるようなリレーがあります。それをつけて対応させてもらいました。ですので、ここです。前よりかなり点滅回数が増えてますので、これでいけると思います。で、続いてですね、シート。レカロと
で、謎なシートレールがついてたんですけど、まだあれはダメだ。ですので、香川の方が純正のノーマルシートを見つけてきてくれましたので、しっかり運転席と助手席ですね。純正つけております。で、続いてが、シートベルトですね。お恥ずかしながら私知らなかったんですが、4点式シートベルトは認められないということで、安全そうなんですけどね、ダメだということで、こちらも2点式の当時の日産のマークが入ってる、ね、シートベルト。こちら、つけておりますので、こちらも問題ないかなと思います。はい、で続きまして、ちょっと見えないんですけど、マフラーの触媒ですね。以前つけてたものがダメだと良くないよということなので、適用する触媒にまた溶接つけ直して今つけておりますので、そちらも問題ないかなと思います。で、次がですね、シフトパターン何速だよっていう表示がないといけないんですけど、今回なかったんですよ。で、それもダメだって言われたので、ステッカーですね、ここに貼っておりますので、高速ステッカーちゃんと貼ってます。これで OK だと思います。あとがギアのスポイラーですね、羽の部分、この部分が一番後ろまで飛び出てたので、バンパーに出ちゃうとスポイラーは良くない、ダメなんですね。ですので取り外して、これでやっと OK をもらえるかなと思います。あとは行ってみてのお楽しみということで、はい、じゃあ2回目行ってみたいと思います。お願いします。はい、戻ってまいりました。無事に検査適合いただきました。公認完成でございます。苦労の末なんとかやりました。ありがとうございます。おめでとうございます。皆さんのご協力のもと、なんとか合格いただきました。ちょっと今日、書類提出、もう時間がなかったので、後日提出して、新しい車検書と入れ替えたいと思います。皆様、ありがとうございました。ご苦労様でした。ありがとうございました。今週出さんと、もうギリギリ、もう1ヶ月経っちゃうやん。これすげえな、この赤ペン先生とハンコ。でも、やっと、通りましたよ、伊藤ちゃん。さすが、岩ちゃん、粘るね。岩上部がよく頑張って、締まれ、頑張れ、粘れ、押し切れやね。ねえ、君、その気持ちを捨てたんじゃないのか。捨てておりませんの。粘らんよな。粘ってると思うんですけどね。粘らんよな。いや、粘ってると思う。あ、そう。へばってる気がする。へばらされてるのかもしれないです。ほんと。はい。じゃあ、これしっかり取ってきて。はい。はい、じゃあ、取ったどうと。はい。今だ車検証、出来上がったのを見せてもらって。そうそうそう。会っていうやつ、ね、はい。一応、そんなに行く予定ではあるんですけど、まだ何が起こるか分かりません。粘れっつう、それ。はい。頑張ります。頑張る。陸自の人に怒られた。怒られました。こうやって。なんで。こうやったら。取ったら。もう、丈夫に話しかけに行っただけで怒られました。ほんと、なんで。並んでるところで。ほうほう。あ、一番前の方まで行ったやろ。前、そうです。3番目ぐらいのところ。あ、そうそうそう。そうそうそう。4番目、5番目ぐらいやったら、意外と大丈夫。俺も言われたんやけど。いやいや、もうすぐ解きますんで、停止そうだ。いろいろ違うので、まあ、それがやっぱりこう流出したり、いろんなこう、個人情報もある。悪い話です。だって、見学のスロープとかあるやん。はい、だから、ちゃんと陸運局に掛け合って、自分のとこの車の記録を取るのが何が悪いんですかっていうとこまですれば、煙たがれるやろうけど、OK やと思う。うん。見学はできるんですか、ね、見学はできるけどな。うん。見るなっていうとこやったらダメやけど、ご自由にどうぞない。その撮影に関しては、そこも考え方やから、他の陸運局とか結構出てるので、で、そこをダメっていう理由もないはずない。ただ、検査員でやっぱね、ちょっと偉そうだよな。もう大変申し訳ねえけど。ちょっと上からだよ。言葉は柔らかいけど。こうだって審査する側やけ。あ、どうぞどうぞ。どうぞ。なんかあれだったんだって。あれじゃない。本当？無敵なんだって今。
ある種やってるやつ、佐賀とか全然陸運局取っても何も言われない。だから大分はね厳しいって有名らしいんやけど、そういうのをぶっ壊していかんと当主になれん。陸運局をぶっ壊す。大丈夫だよ。これ社会人できてからよ。ご近所仲良く仲良くする。大丈夫大丈夫大丈夫、仲良くする仲良く。それからいろんな案件があるもんね。そう、ね、だけど間違ったことをしに行けようわけやねんや。な、そのねじ曲がったものを不正にさしろとか、これは賄賂じゃありませんとか言うわけじゃない。うん。これ正々堂々と言ってるんだから、正々堂々と撮影は僕はできるべきだと思いますけど、どう思いますか？これ、視聴者様。どう思いますか？ね。間違って、違法改造じゃないんです、これはね。行きましょう。はい。じゃあ、車検証ゲットしてまいります。はい。行きます。もう、ご褒美先にあげるわ。はい。じゃあ、行ってらっしゃい。行きます。1回ダメでした。で、もろもろの書類をいろいろ書き直して完成です。じゃあどこ行くの？これちょっと海接待ビーチに行かないとあれです。悪いというか行きたいんです。ね、たるんだ体を引き締める。もう閉めるよ。誕生日も近いから。なんか節目でいこうか。頑張りましょう。今日も一日よろしくお願いします。陸運局をぶっ壊す。はい。今日はですね、このディープな新宿西口思い出横丁。こちらに行こうと思います。はい。じゃあここに行きましょうね。立ち飲みとかも結構多いんですけど、ディープな街です。行ってみたいところはここ、うっちゃんに行ってみたい。行ってみたいけどいっぱいで入れませんね。入れましたね。うっちゃん入れました。サワーはグリーンのサワー、これを飲む感じ。はい、それ何ですか？はい、これは、ああ、これが生卵トマトライス。超生ですね。ありがとうございます。メニューで。ネギレバーと。おいしい、ありがとうございます。いろいろ回ってるんです。そばがいっぱいある。黒胡椒レモン焼きそばとかもあるけど、やっぱソース焼きそば。ありがとう。これ何ですか？赤い。紅生姜味噌。来ました。戻っております。味噌が来ました。
紅生姜味噌などのものがついてます。あ、辛い。はい、2軒目はですね、いつもこの食べたくて食べれない亀屋さん、こちらでそばをいただこうと思います。はい、どうも。注文からわずか10秒ぐらい。はい、どうも、ありがとうございます。天玉そばでごちそうさまでした。どうも、おはようございます。このディープな街を抜けてホテルに帰ろう。いやー、お腹いっぱい。